矢印がここにあるんだけど、え、こういうこと？おっと、幸せなものがたくさん入ってます。こんにちは、シールです。今日は購入品の紹介です。こんなに大きな箱が届きました。初めてロ箱で購入しました。自分への誕生日プレゼントかな。早速開封していきたいと思います。これどういったっけね。あ、なんか矢印がここにあるんだけど、え、こういうこと？はい、じゃあ開けてみます。あ、こうだ、こうです。取れた。あ、最近さ、いろんな段ボールの開け方がありますね。おっと、幸せなものがたくさん入ってます。一つずつお見せしていきたいと思います。これは幸せだわ。はい、こちらカルビーポテトチップス幸せバター。幸せー。では続きましてはこちらです。ポテトチップス幸せバター。幸せー。あー、続きましても超幸せだね。ポテトチップス幸せバター。これもだー、これも幸せだー。ポテトチップス幸せバター。幸せー、これも幸せだ。ポテトチップス幸せバター。幸せバターが5袋ということで、あのね、これね、買うときに5個入りみたいな感じで書いてあったんですよ。あのポテトチップスに小さいサイズのがさ、5個セットでこうもう梱包されてるのあるじゃないですか。あれかと思って頼んだの。そしたらさ、ちゃんとしたサイズのが来たわ。というわけで、幸せスタートから始まりました。では続きましていきましょう。ドリップコーヒー30杯分ですね。いつもね、青いパッケージの飲むんだけど、今回は深いコクスペシャルブランドっていうので、ちょっと濃いめの方かな、を買ってみました。1杯18円ぐらいだったかな。そうそう、安いなと思って。はい、というわけでこちらも幸せで、続いてがちょっと生活用品になります。こちらビオレユーのボディーソープですね。泡タイプのものの詰め替え用のもので、 800ml の台って書いてあるので大きいサイズのものですね。あのちょっと前からそのボディーソープを泡タイプに変えたら、なんかすごい幸福度が増したんだよね。あ、泡タイプいいなと思って。そうで、これは多分通常の香りのやつですね。でこの泡がね、なんか生クリームみたいな感じで本当に柔らかくって、そう、かなりお気に入りで、香りが何種類かあるんだけど、私はこのピュアリーサボンっていう多分一番定番の青いボトルのものですね。こういう水物ってさ、ドラッグストアとか行くとさ、結構重くて持って帰るの大変じゃないですか。そうだからやっぱこういう宅配いいよね。はい、で続きましてがちょっと似てますが、はい、こちらですね。これはね、2個セットのものなんですけど、こちらキレイキレイのハンドソープで、こちらもね、泡で出るタイプのハンドソープで、コンディショニングソープということで、殺菌消毒はもちろん、潤いバリアが手肌を守るということで、普通のキレイキレイのハンドソープに比べると少しお値段が高いんですけど、その潤いバリアということで、あのカサカサになりにくい、今回詰め替え用で2つのセットを買いました。はい、そしてこれはね、石鹸の香りっていう感じですね。ボトルがね、柔らかい感じがしてね、いいんですよ。はい、なのでこちらの2つ2個セットのものを購入しました。そして続きましてがこちらです。はい、こちら詰め替え用のシャンプーです。こちらダメージリペアジュレーム AM アルゲリッチシャンプー D 超しっとりという、傷んで広がる髪に、ごわついても止まらない髪にということで、私は髪の毛がかなり多くて硬くて太くて結構ややこしい毛質なんですけれども、前にね、1回使ったことがあって、再びこちらを買いました。特に傷んだ髪にということなので、なんかあんまり最近美容室とかもなかなか行けてないんで、こちらのね、ジュレーム久しぶりに買ったんですけど、こちらをね、また使いたいと思います。個人的には結構好きなシリーズのシャンプーです。はい、ラストはこ
ちらのエリエールイーナソフトパックティッシュ、梱包されてるのがビニールの袋なんですよ。紙のケースのティッシュがあんまり好きじゃなくて、箱ティッシュ結構かさばりません？なんか捨てる時とかもなんか折りたたむの大変だったりとかするので、できる限りこういうビニールで梱包されてるのを私選んじゃうんですけど、はい、花柄で可愛くて日本製って書いてありますね。で、結構近くのドラッグストアとかでティッシュとかも買うタイプなんだけど、今回はこのロハコで購入してみました。箱ティッシュの中身よりは少し少ないかも、結構一個一個が薄めかもしれませんね。ね、ちょっとおやつも含めですが、こんな感じで購入してみました。そんな感じなんですけど、まあ、今回ロハコを使った理由なんですけど、私ペイペイユーザーっていうのかな、ペイペイ結構使うことが多くて、日曜日にお買い物するとなんかペイペイキャンペーンみたいなやってるよみたいな感じのが出てたん で、それでロハコでお買い物したんですけど、金額を言うとポテトチップスが5個入りで558円、コーヒーが597円、詰め替え用ボディーソープが878円で、ハンドソープが2つで970円で、シャンプーが606円 で、それでこのティッシュが492円で、合計がね4000円ちょっとだったのかな。ペイペイモールのそのロハコのそのドラッグストア 10% オフクーポンっていうのがあったんですけど、それを使ったら、323円の値引きになったんで、最終的な合計が3778円だったんですよ。なんかそれにさらにペイペイのボーナスポイントが300円か400円ぐらいついたんですよね。そうそうそう、結構お得にお買い物ができたかななんて思いました。時にはさ、ドラッグストアに行った方がさ、破格の値段っていうのかな、かなり安く売ってることとかもあるんですけど、やっぱこういうさ、ティッシュとかあと液体物とかってやっぱさ、結構重いじゃないですか、持ち運ぶのが。なんだろうね、できる限りさ、あんまり重い荷物持ちたくないじゃんっていう、ただの自分のあれなんですけど、今回ロハコでねお買い物して、そう、重いものもこうやって段ボールでポンって届けてくれたのと、あと2日ぐらいで届いたので、そう、結構早かったなと思いました。ペイペイユーザーとしてはこのペイペイモールでお買い物するとちょっぴりお得になるので、いい買い物ができたかなと思いました。なんかロハコの箱の開け方が面白かったですね。というわけで、私の家には今この幸せバターがたくさんあるということなので、こちらを仕事の合間に食べつつ幸せな気分に浸りたいなと思います。そんな感じで今回はネットショッピングの購入品紹介でした。というわけで、今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。